Everything's ready. You're on the dark side of the moon. Play the five tone. 20世紀ロックへようこそ。今日はかつて日本のロックシーンを席巻したっていう峠差かもしれないけど、単純に俺が超絶好きな生かしたバンド、アップビートについて、是が非でも次世代に受け継いでいきたい10曲をセレクトしてみました。なので初めてのアップビートってのニュアンスで、こうサブスクでチェックする時の参考にしてくれたら嬉しいぞと。まあ、ぶっちゃけセールスとか一般認知度とかはガン無視で、ほんと好きな曲、かっこいいと思う曲を列挙した感じなんで、まあ、極めて個人的なセレクトってことにはなるんですけど、でも冗談抜きに自信と誇りを持って押せる神曲ばかりなので、アップビートなんて知らないよって人とか、名前は知ってるけど、ちゃんと聞いたことはないよって人は、今日をきっかけに、ぜひチェックしてみてくれたらと思います。そうそう、今日たまたまこの動画にたどり着いたぜって人に一応お伝えしておくと、このチャンネルでは20世紀ロック普及委員会ってなスタンスで、時代や国境を越えて、ロックネタの動画をガンガンアップしてるんで、ロック好きだぜとか、ロックに興味ありだぜって人はね、ぜひチャンネル登録しておいていただけたら嬉しいです。それでは早速、アップビートが残した珠玉の名曲10選をリリース順に紹介していきます。まず1曲目は、初期のシングル曲ではぶっちぎりで好きな曲、Prisoner of Love。これは1987年の2月14日、俺が高2の時のバレンタインデーにリリースされた彼らにとって3枚目のシングル曲ですけど、あのデビュー曲のキスいきなり天国は大沢良幸作曲だったり、デビューアルバムの1曲目はホッピー神山作曲だったり、なんなら作詞はどちらも元サンハウスの柴山俊之だったりって、まあ、簡単に言うと豪華作家陣によるセンセーショナルな楽曲だったわけですけど、この Prisoner of Love は作曲はシンガーの広石武彦、アレンジもメンバーが手掛けてるってことで、まあ、いよいよ自分たち本来のスタイルで本格始動って感じだったんじゃないですかね。あの次のシングル Kiss in the Moonlight がドラマの主題歌になってたりするんで、まあ、当時の話題性注目度って意味だと若干こっちは影が薄かったりもするけど、そうだね、ぶっちゃけアルバムにも未収録だったりするから、ともすれば隠れ名曲みたいな立ち位置なのかもだけど、でもそんなの今聞く分には全く関係ないじゃんね。つか楽曲の最大の特徴は随所に散りばめられたサイケデリックなフレーバーってことに尽きるんですけど、こう一曲を通して鳴り響くアコースティックギターのストロークはネオアコ的だし、そもそもビート感を強調するリズムに乗ったぶっきらぼうなボーカルがたまらなくロックっていうまあ俺はアップビートに甘いんで話半分と思ってもらって構わないですけど、でも80年代のビートロックとしては最高レベルと言っていい仕上がりなんですよね。もういきなりで恐縮ですけど、騙されたと思って聞いてみてって感じです。2曲目はセカンドアルバムインナーオーシャンの収録楽曲ナーバスブレイクダウン。あのアップビートはこのアルバムから佐久間正秀がプロデュースするようになって、こうサウンド的にグッと彩りを増すというか、エッジーでソリッドでキラキラと華やぐんですけど、このナーバスブレイクダウンはデビッドボーイのファッションで曲を下敷きにしてそうな硬質のダンスビートというかミドルテンポのダンサブルな8ビート楽曲なんですけど、特筆すべきは緻密に練られたギターアレンジで、こう切れ味抜群のカッティングも抑制の効いたフリーキーなソロもとにかく素晴らしいっていう、あと歌詞もね、事実がねじ曲げられてるウィークリーゴシップブックとかドラマみたいな TV ニュースショーってちょっとしたマスコミ批判を繰り広げてたりすると、なんだろう、別に社会派ってわけじゃないんだけど、でもラブソング中心ってわけじゃないんだぜって、そういうスタンスは実は初期から持ち合わせてるものだったりするんですよね。つかこのインナーオーシャンってほんと捨て曲とか皆無な充実作なんで、ひとまず2曲目のナーバスブレイクダウン聴いていいねって思ったら、ぜひ1曲目のタイムボムから全編通してチェックしていただきたいです。3曲目はサードアルバムハーミットコンプレックスの B 面1曲目に収録されてるナンバーモードインセイン。これはもうロックでしかないダイナミックなバンドアンサンブルを楽しめる、この時期ではぶっちぎりに完成度の高い楽曲で、なんだろう、荒々しいっていうより、むしろリズム帯はタイトでソリッドなプレーを心がけてると思うんですけど、でも終始リードギターがさ、その音色もフレーズも神経症っぽいっていうか、めちゃめちゃぶっ飛んでてかなり強烈に大暴れしてるのね。でそんなギターに煽られて当然のようにバンド全体が熱を帯びていくっていう、こう極めて70年代的な手法を80年代のサウンドで再現してるって感じなんですよね。つかメロディーもよく練れてるっていうか、いい意味でシンプルで無駄がないし、ギターソロの前のミドル的なバースなんて驚異的に冴えまくってたり、あの繰り返すけど、はっきり言って俺はアップビートに甘いから、どのくらいすごいのかかっこいいのかっていうのはくれぐれも各自で聞いて判断してくれたらと思います。少なくとも彼らはこの曲で一皮むけたのは間違いないんで。4曲目は同じくサードアルバムハーミットコンプレックスからもう1曲、アコースティックな風合いのバラードナンバー
という和論を押しておきたいんですけど、これはアコースティックって言ってもストリングスを全面的にフィーチャーしてて、そこにリコーダーが彩りを添えて、こう穏やかな雰囲気なんだけど、かなりドラマティックっていう、あの要はトランスフォーマーあたりのルーリードを引き合いに出したくなるようなアレンジが施されてると。まあおそらくそのあたりは佐久間正秀の仕業なのかもだけど、でも単純にどことなく物悲しい、それでいてぬくもりを内包したメロディーとか美しすぎるし、もうそれだけで広いしすげえって思っちゃうんですよね。あとこの曲に関しては歌詞もね、例えば空の両手はまだ何もつかめてないとか、一人きりを人混みで感じてるとか、そういうちょっとしたフレーズが、当時まだギリ10代で学校ないし家庭もないしって時期だと俺のハートにめちゃめちゃフィットしたっていう、そうだね、苛立ちとか焦燥感は拭いされないし不安も尽きないんだけど、でも前に進むから応援してって、こう本音を打ち明けてるような自然体のラブソングだからこそ、聞くとほっこりした気持ちになる、明日も生きようって思える。さすがにこれはバンドの代表作とは言いづらい仕立てなんですけど、でも実はこの曲が一番好きかもしれない、今の気分だとそんな感じですね。つかアルバムで聞くと、次にブラインドエイジって、これまた素晴らしい題名曲が控えてるんで、せめて B 面からさっきのモードインセインあたりからでいいんで、ぜひ続けて聞いてみてって思います。5曲目は4枚目のアルバムアンダーザさんのオープニングを飾るタイトル曲アンダーザさん。これいきなりフィードバックを聞かせたぶっといギターが鳴り響いた瞬間に、それまでとは一味違うアップビートの本格ロックバンド宣言みたいなものがビシビシ伝わってきて、そうだな、前作のモードインセインの延長と言えるのかもだけど、そこからさらにパワフルかつソリッドにアンサンブルを磨き上げてるっていう、あの例えるならアラジン戦あたりのデイビッド・ボーイを想起させるギラギラしたサウンドで、ぶっちゃけ当時のバンドブーム的なシーンとは一線を画すネクストレベルへの飛躍を感じさせたっていう。つかこのタイミングで最も進化したのはギタリストの岩永宏で、確かこのアルバムの発売に先駆けたプレミアショーみたいな趣のライブがクラブチッタであったんだけど、もう以前とは比べ物にならないほどわめきまくるギターはもちろん、そのロックの花形的な立ち居振る舞いにちょっとビビったっていう、まあ、とにかくバンドとして油が乗りまくってた時期なのは紛れもない事実だと思うんですよね。その実際のメンバー間の状況がどうあれね。で4枚目のアルバムアンダーザさんからももう1曲ラストナンバーのカゲロウを超えてをセレクトしたんだけど、これ言ってみりゃザ・バンドみたいな、もういぶし銀のロックサウンドってのは趣のスケールの大きい楽曲で、あのピアノとオルガンを携えてアコースティックギターの弾き語りっぽくスタートするんだけど、そこからこうグッと重心の低い安定感のあるバンドサウンドが展開されるっていう。歌詞もね、ほんとロックバンドアップビートの総決算でもあり初心表明でもあるみたいな、そんな言葉が綴られてて、例えば沈み込んだとおけもの、破れたドレスの彼女、後悔ばかりの後悔し通り過ぎてきたさって、ファンならピンとくるフレーズを並べながらこれまでの歩みを振り返りつつ、結論としてはまた起き上がるだけ、まだ始めたばかりって、こう現在地でビシッと前を向く姿勢を示してる、めちゃめちゃ力強い歌詞だったりするのね。つかこの曲もレコードで聴く前にクラブチッタのライブで初体験したわけだけど、もうほんと俺の好きなアップビートがここまで来たのかって子供ながらにちょっと感慨深かったのを覚えてますからね。なんだろう、ほんとバンドってさ、ちゃんと努力して続けてたらすごいレベルまで到達できるんだなって、俺にとっては人生の大切なことを教えてくれた大大重要作だったりします。ほいで7曲目はアルバム未収録のシングル曲というかベストアルバムのリードトラックみたいな位置づけでリリースされたレイニーバレンタイン。これは5人編成のアップビートにとってはラスト作ってことになるんですけど、もうね、嘘のように幸せオーラ溢れまくりで、聴いてると自然にポジティブな気持ちが湧いてくる魔法の一曲って感じなんですけど、あのブラスセクションを大々的にフィーチャーした華やかなアレンジが施されてて、それって例えばレッドウォリアーズのバラとワインあたりと同種のフィーリングを醸してるんだけど、ただあっちが豪快に歌い上げるのと比べてこっちは小粋でおしゃれな感じがして俺好みっていう。だしメロディーにしても歌詞にしてもどこかちょっとセンチな部分があって、基本的には陽気に楽しもうぜって歌なんだけど、でもそれだけじゃない感じっていうのがね、俺がアップビートを愛してやまないポイントだったりするから、とにかくツボ中のツボっていう。つかさすがにこの曲に関しては名実ともに彼らの代表作って評価で間違いないと思います。ほんとたまらなく大好きです。8曲目はメンバーが3人になってリリースされた最初のアルバム Weeds and Flowers のオープニングナンバー Dance to the Ruin。
厳密に言うとこのアルバムはウォータースケープってイントロダクション的なインスト曲でスタートするので、クレジット的には2曲目ってことになるんですけど、まあ、これがとにかくアッパーで痛快なロックンロールで、そのメンバーが3人になったとはいえ、基本的にはサポートのベーシストとキーボーディストを加えたバンド編成なのは変わりないし、この曲なんて本当ギターは脳札のブギーって感じだし、ホンキートンクなピアノも鳴ってるし、おまけにブラスセクションから女性コーラスまでフィーチャーしてゴージャスにショーアップされてるっていう、なんだけどそれが以前よりバンド感を強調してるっていうミラクルが起きてて、ほんと堂々とした仕上がりっていう、少なくとも俺が知る限りではメンバー脱退直後にここまでの進化を遂げたバンドっていないんで、ほんと残ったメンバーの意識というか志が高かったんだろうなって、その50を過ぎた今になって改めて感心しちゃったりしますけどね。9曲目は今日選んだものの中では最も埋もれがちというか、これこそ隠れ名曲と言えるかもしれない、この Wizard and Flowers ってアルバムの8曲目に収録されているカーニバルデイって曲。これはどちらかというとアルバムのアクセントになるような、こう全体の流れとは毛色の違う楽曲だったりするんですけど、バックトラックは手回しオルガンみたいなニュアンスだし、リズムも3拍子っていうかワルツだし、そもそもメロディーも最高だしって、まあ俺の中ではちょっと特別に好きな曲なんですよね。一つ前のアルバムにもさ、アーメンって遊び心あふれる系の楽曲が収録されてるんですけど、こっちの方がトラジコメディ的というか、こう切なハートフルな印象で、なんでしょうね、コックニーレベルあたりに通じる極めて英国的なフィーリングだと思うんですけど、でも厳密にこの辺がヒントになってるっていうのは見つけづらいし、そういう意味ではスタイルだけをトレースして楽曲としてはオリジナルに昇華できてるっていうポピュラー音楽の理想的もします。つかこの曲でアップビートデビューするのはさすがに違うかなって思いますけど、でも試しに10曲聴いてくれるならその中にはぜひ混ぜてって、そのくらいのテンションで押しておきます。でいよいよラスト10曲目はこのアルバムのタイトル曲でありラストソング、後にシングルカットもされた With and Flowers。 アップビートってそれまでのシングル曲は割とあからさまにヒットを狙ったキャッチーなナンバーが多かったんですけど、これはガチで成熟したロックバンドだけが形にできる雄大なバラードで、おそらく新たに作った曲の中で一番いいもの、本当に聴いてほしいものをシングルカットしたんじゃないかって、そんな印象を受けてて、というかこの曲に関しては冗談抜きに日本ロック史に燦然と輝く金字塔みたいな、とにかくアップビートのというか広石武彦がたどり着いた最高到達点だと思ってます。あと歌詞の一節に土曜日の夜にまたここで会おうってフレーズがあって、だからもしもこのチャンネルの20世紀ロックの週末ライブ配信がラジオ番組だったらエンディングテーマはこれかなって勝手に決めてたりするんですよね。ユーミンのオールナイトニッポンのテーマがアイランドのステイウィズミーだったみたいに、こう番組と楽曲が切っても切れない関係になれるとしたら、俺はこの曲をその With and Flowers と添い遂げたかったりします。マジこの曲は聴いたことないよって人だけじゃなく、ここまで見てくれた全ての人に今すぐ聴いていただきたいです。この高揚感、ロック的なダイナミズムをとりあえず分かち合おうぜって、話はそれからじゃねって結構本気で思ってます。アップビートに関しては本当愛が深すぎて理路整然どころか尻滅裂になりがちだし、好きな気持ち以外に何一つ届ける術がないんですけど、でも天下のアップルミュージックにすら初めてのアップビートってプレイリストはなかったんで、これはまずいと僭越ながら入門編セレクトしなきゃって、そんな思いが先走ってあれこれ考える前に見切り発車で撮っちゃったんですけど、でもとことん考え抜こうと思ったら一生かかっちゃうかもしれないんで後悔はしてないぜと。ただ今日選んだ10曲以外にも、例えばタイムボムとかドクターとか、シングル曲ならディアヴィーナスとかワンスアゲインとか、マジ名曲は数知れずって感じなんで、少しでもアップビートに興味を持てたなら片っ端からガツガツ聴いてみてって思ってたりします。つかそれだけがささやかな願いだったりします。それでは今日はこの辺でベターなロックに乾杯。